はい、どうもカッパ園長です。じゃあ今度はね、まあ、さっきの中国つながりではないんですが、今度はね、大阪万博あるじゃないですか。どうも中国のお祭りになりそうなみたいな、えって感じなんですけど、なんか中国産のこの EV、中国製電車、バスですね、なんか100台100台大阪中走り回るみたいなこと言われてるんですけど、正気ですかね。まあ、ちょっとね、見ていきましょうかね。なんで、大阪万博向けに中国産のこの電気自動車バス、EV バス100台、今月からもう納車が始まるらしいみたいなこと書かれてるんですけども、また日経か。こいつら本当なんか中国メディアだよな。で、まあいいや、ちょっとね、見ていきましょうかね。怖くないんですかね。普通に怖いと思うんだけどな。まあ大阪だけじゃなくてね、この九州にも、ね、これ多分同じメーカーだよな、BYD だからね。中国、ね、最大手、ね、世界一って書いてあります。まあ販売台数か。世界一の中国の電車メーカーが、これ九州に初進出だってさ。着々となんか侵略されてるな。だから命だ、ただでさえ車運転するってほらね、やっぱり危険をね、気をつけて乗るけど絶対何も起こらないとは限らないから、まあ保険に入ったりとかするじゃないですかね。まあ命がけでっていうとちょっと大げさなんですけど、でも最悪ね、亡くなる場合もあるはあるじゃないですか。そこにさらにね、チャイナリスクを上乗せする神経疑うよね。あの車なんだいのヒュンダイもそうですけども、こっちはこっちで、だって、だって信号待ちでね、中国製のこの電車とか電気バイクとか突然はぜたり燃えたりとかってよくしてましたよね。はあ、しかもそれ大阪万博でね、ガンガン走らすっていうんだから、どういうこっちゃ。また安かろう悪かろうなのか。まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。EV モーターズジャパン、北九州市にあるんだけど、 EV モーターズジャパン、15日2025年国際博覧会大阪で、運行される電気自動車バス100台を、大阪市高速電気軌道大阪メトロに納車すると発表したと。 EV モーターズジャパンっていうのが何、日本法人か何かなのかな。小型コミュニティバス車両35台、定員29人、車両販売価格2900万と、大型路線バス車両65台、77人乗り、4700万円。で、7月下旬、今月の下旬から順次納車していくんだって。で、EV モータージャパンは自社開発したインバーターで、バッテリーとモーターを同時に制御することで、これ何？電車屋なの？ EV モータージャパン。電力消費を抑えて EV バスが長距離の走行できるようにした中国企業に車両の組み立てを委託し、完成車を輸入してるっていう、なんかそういう会社なんだ。へえ、車両の組み立てを中国企業だから、これが BYD 製っていうことなんだ。はあ、だったら大丈夫かってなるこれ。で、2023年秋には北九州市の、響灘臨海部っていうのかなに、自社の組み立て工場を完成させ、将来は年産1500台を目指すと。自社組み立て工場、っていうバス屋さんがあるんだ。なるほどね。でも中国製なわけでしょね。だから注目されたんだもんね。これはねえ、自動車会社だって日本にいっぱいあるじゃんね。だから安いからでしょ結局。まあ大阪でしょ、維新さんのとこだよね。やっぱりこの中ロとの関係強化、関係強め、そういう考えの人たちがやっぱ多いもんね。万博だからって言われればそうかもしれないですけども、確かヘリコプターも中国とかじゃなかったっけね。
そういえば BYD のバスとかって確か京都でしたっけ、京都もなんか走ってるとかってなんかそういう感じだったと思うんですけど、確か大阪万博なんかこのガンダムブースあるんですよね。ガンダムブースだけ行きたいかな。うん、あとはもうなんかいいやって感じかな。うん、またなんか中国のね、このなんかね、観光客とかね、もうすでに日本に入り込んでるやつとか、ね、後から来るやつとか、で、この帰らねえやつとか、ね、もう合流してなんかもうごった返しそうで嫌だな、ほんとな。うん。で、そのさっきの北九州初進出ですかね。電気自動車の中国最大手のメーカー BYD が、7月1日、昨日、福岡市にショールームを備えた店舗をオープンさせたんだって。あれ？あの車はヒュンダイよりもなんか一歩進んだ感じに聞こえますね。あれ、あそこはだってほらネット販売のみでしょ？うん。で、福岡市西区商業施設マリノアシティ福岡に1日オープンしたんだってさ。中国の EV メーカー BYD の正規ディーラー店。もう正規ディーラー店用意するんだ。で、BYD は去年70を超える国と地域で約186万台の電気自動車を販売し、アメリカのテスラを抜いて電気自動車販売台数で世界1位になったと。へぇー。で、ショールームを備えた店舗は日本国内で6カ所目、九州は初進出。で、販売するのは SUV、タイプの電気自動車。価格は440万円。安くはねえな。電気自動車にしちゃこれ安いの？てか、いや高い買い物になると、高くつくことになると思いますけどね。 BYD は今年1月末から日本で販売を開始していて、あれなんかどっかの車やと同じような感じだね。2025年末までに日本で100店舗以上の販売店をオープンさせたいと話してるんだって。これ誰が乗るん？ねえ、うん、だって中国製の電気自動車をさ、ね、多目的スポーツ車タイプ440万つってましたよね。誰がどんだけ買う人いるんだろう。だって日本国内のこの中国の人たちもなんか買わなさそうじゃん。うん、しかもだって保険とかなんかちゃんと適用されんの？あの国の車みたいになんかね、適用対象外とかじゃないの？それともあれかな、火災保険に強制加入とかなのかな。自動車なのに火災保険新しいなみたいな、そういう流行りとかもういらねえんだけど、迷惑だし危ねえから。うん、まあ要はこれあれですね、中国国内でこれ補助金がなくなったんですよ。うん、だから必死なんですよね、売れないから。うん、だからほら中国国内で今ね、昨日だか一昨日だか見たじゃないですか、結局なんかこのね、豊田社長の言う通りっていう体でさね、中国国内で、ね、中国人ユーザーが、消費者さんが、ね、もう電車はダメだと。うん。ね、安いのが良かっただけなのに、ね、安くもねえし、ね、大してこの車のとしての性能はほら、ね、今更言うまでもないじゃないですか。っていうんで、あ、結局エンジンかっていう動きは中国でも、ね、うん。だって持ってる人は、だって車買える人は持ってる人でしょ。ね、持ってる人っつったら、だって、もう桁違いにこのベラボーに持ってる人たちになっちゃうから、そしたらもうだって選ばれる理由がないよね。だってもともと持ってる人はそんなもん買わないしね、安いから買ってた人が安くなくなったらやっぱり買わなくなるんで、だから結果売れなくなりますよね。うん、まあいいんですけど、なんだよ、軽電車だけでもだいぶ危なかったのに、今度はもう C 電車もか、嫌になっちゃうな。これ誰だよ、許可してんの。国交省も勘弁してくれよな、ほんとな。そんな燃えたり爆発したり、そんな車ばっか公道走らせてどうしてくれんだよな。しかも燃えたら燃えたで簡単に片付けられないんだぜ。うん。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。